長沼治は、日本の実業家、テレビドラマ監督、テレビプロデューサー、北海道放送代表取締役社長や、札幌ドーム代表取締役社長を務めた。北海道出身、北海道札幌西高等学校を経て、北海道大学農学部卒業後、1967年、北海道放送入社、森脇敏夫の下で、テレビドラマを手掛ける。 プロデューサーなどを経て、2000年、北海道放送代表取締役社長。2010年から、札幌ドーム代表取締役社長を務め、秋元勝弘札,札幌市長らとともに、北海道日本ハムファイターズの本拠地移転問題への対応に当たったが、結果2023年シーズンからの北広島市への流出を許した。将来の札幌ドームの巨額の赤字と、 その札幌市民の負担が強く懸念され、自身も強い批判を浴びた。2017年秋の叙勲で、朝日賞受賞受賞。北大時代は、オーケストラ部に所属して、コントラバスを担当していた。エビー中沼治プロフィール老知家、h m v b o o スオンラインハット日中、成功の先輩たち、北海道札幌西高等学校、札幌ドームの社長に、 山川指導銀副頭取招く2017年5月2日府、日本経済新聞日本ハム札幌ドーム残留、名言せず初の4社協議で毎日新聞2016年12月4日。秋の叙勲発表、多くの産業関係者が受賞者に、斉藤元第一生命社長に、朝日大受賞3期ビーズ2017.11、35時46分。 NPO 法人北海道国際音楽交流協会 www.himes.jp 2020年8月8日閲覧ありがとうございます。